グイナビー巨石墓群にはどう行けばいいんでしょうか。へえ、大きな石の遺跡のある丘です。ああ、ビッグマムの古墳だね。この石畳の道をずっとずっとまっすぐに行くんだ。立派な石畳ですね。ローマ人が作ったんだ。私と同じ年代ものさ。ありがとう。じゃあ失礼します。ああ、ちょっとお待ち。ん？これを持っておいき。はあ、使い終わったら返しておくれよ。ひどいな、こんな見事なメガリスを。ブルドーザーか。この道を作った時に何倒したな。なんだ？プラマー博士！プラマー博士、キートンです！ロイズの遺跡鑑定人として来た平賀キートン太一です！キートン君？久しぶりだね、アンナ。オックスフォードの考古学センター以来かしら。それにしても一体全体どうしたんだい。まるでアパッチ砦を守る騎兵隊みたいじゃないか。あの古墳を守るためよ。定説によれば紀元前50年頃のこの島の女王グイナビーの墓ということになってるわ。どう思う？ありえない。あれは紀元前1000年頃の入り口墓だ。この島の半分を領有していたラングレー卿はあの古墳を神聖な場所だと考えて誰にも発掘を許さなかったわ。1972年に来たオックスフォード隊もあそこには入ってないのよ。もし墓荒らしも入ってなかったとしたらすごいぞ。私は5年間ラングレー卿を説得し続けてやっと発掘の許可をもらったの。それなのにラングレー卿が先月亡くなった途端、彼の息子は私の発掘を拒絶した。方々に掛け合ったんだけど、環境庁は内閣改造があったばかりで対応が遅れてて全然ダメ。それでロイズに来てくれたのはロイズが初めてよ。でもまさかあなたが来るなんてね。わかったよアンナ、すぐロンドンに戻って報告書を出すよ。ありがとうキートン君。でももう遅いの。この遺跡明日にはヘアピンカーブになっちゃうのよ。ヘアピンカーブ？ああ、そういえばあんたたち離婚したって本当？ね？ああ。どうして彼女を引き止めなかったの？あんないい女めったにいないわよ。ああ。あなた学生時代から優秀で勇敢だったけど、なんていうかな、優柔不断っていうか。もういい。わかったわかった。確かに君はジョン・ウェインほど勇敢じゃないさ。あら、その皮肉学生の頃によく聞かされたセリフよ。僕だって君から何度小言を聞かされたことか。来たわ。アンナ、いくら君が勇敢だからって。弾は込めてないわよ。ライフルに入ってるのは岩塩。あ？
たと話すことなんかないわよ、ミスター・ラングレー。こっちにはあるんだ、ミズ・プラマー。人の土地に勝手に入ってきて立てこもるのも、銃を振り回すのも、れっきとした違法行為なんだがね。古代の人たちの記念碑を壊すのだって罪よ。そんなに重要な遺跡なら、政府はこの島にもっと金を出しただろう。これからそうなるわ。彼はロイズがよこした遺跡鑑定人よ。どうもキートンです。お亡くなりになったラングレー卿の？ああ、息子のエドワードだ。もう遅いんだ、ミズ・プラマー。明日にはここを舗装する予定になってる。一日も早くコースを完成させないとレースの誘致に響くんだ。レース？そうだ、この島にオートバイレースのコースを作るんだよ。ここにはヘアピンカーブができる。そっちにはエスケープゾーン。レースの開催日にはこの島は大勢の観光客でにぎわうんだよ。古代の人の安息所の上をオートバイが走るなんて。よそ者に何がわかる。遺跡を保存しても儲からないんだよ。マントウの TT レースを知ってるか。人口6万人のマントウがレースシーズンには300万人に膨れ上がるんだ。どれくらいの利潤だと思う？母に手紙を出しても無駄だ。卑怯者。人聞きの悪いこと言わないでくれ。母は手紙を読んでいるよ。私はあなたのお父様から発掘の許可をもらったわ。あなたのお母様もご存知のはずよ。母は老いては子に従えと思っているんだよ。ん？あんたは道を間違えている。女には女の仕事があるんだよ。男に服従するという仕事がな。いい男を探すんだね、ミズ・プラマー。あなたはまだ十分美しい。明日予定通り作業を開始する。もう銃も座り込みもなしだ。ブルドーザーにはかなわないわね。ねえキートン君、明日まで手伝ってほしいことがあるの。え？大昔、この島では女が家督を相続していたのよ。この墓の名前になっているグイナビーはケルト人の宗教ドルイドの巫女で、島の神官は代々女だったらしいの。じゃあこの島は？19世紀の考古学者ロバート・クックはこの島をギリシャ神話のアマゾネスの国だと主張してるわ。え？オックスフォード隊は島からたくさんの同じモチーフの肖像を発見したの。これよ。はあ、ホワイトゴッテス、白い女神像。これを見て、キートン君。はあ、ここは現実の扉。壁画か。この絵、何だと思う？もしかしたら学生時代からの私の仮説、覚えてる？もちろん。どうしても証明してみたいの。明日、この遺跡が壊される前にね。女房、いや、元女房に言わせると、君は学生時代モテモテだったのに男には見向きもしなかったって。あら残念、私がモテたなんて今まで知らなかったわ。君みたいないい女がかい？そういえばトレバーどうした？君に首ったけでとても優秀なやつだった。でも一番じゃなかったわ。私一番が好き。そうか、君は成績も優秀だったし、誰にも負けない向上心を持っていたものね。私の母はもっといい女だったわ。洗濯屋の下働きから身を起こして、最後には高級ブティックの経営者にまでなったのよ。ああ、聞いたことあるよ。君の自慢のお母さんだね。今はどうしてるんだい？2年前に亡くなったわ。そうだったのか。生前母はいつも自慢してた。11歳の時、チェコでナチスと戦っていた母は
戦車をたった一人でやっつけたんだって。そんなことありえないのに。明日にはブルドーザーがやってきてこの遺跡を壊してしまう。母だって止められないわね。お邪魔だったかしら、アンナさん。あなた、ミセス・ラングレー。息子があなたに失礼なことをしたみたいね。いえ。どうぞ。息子のやっていることが正しいかどうかわからないけど、もうあの子は私の言うことを聞かないわ。そうみたいですね。それに島が潤うならご先祖様もここを壊すことを許してくださると思うの。残念ながらこの遺跡を作ったのはあなた方の先祖ではないんですよ。え？ここはケルト人の女王グラビーの墓ではないの？年代が違うんです。ここも、そしてヨーロッパ中に分布している数万の巨石遺跡も全てが別の民族の手によるものなんです。じゃあ一体誰が？わかりません。現代の考古学をもってしても解き明かされない謎の民族なんです。彼らはある宗教観に基づいてこれらの巨石建造物を築いて、そしてどこかへ忽然と姿を消しました。ある宗教観？それは白い女神の宗教と言われています。この壁を見てください。壁画が描かれています。多分この壁は現実への扉だと思います。アンナはここの遺跡が白い女神の神殿、もしくは神官たちの墓の可能性があると考えているんです。それであなたたちはその壁画を復元しようとしてるのね。ええ、私の仮説が正しければここには白い女神の象徴が描かれているはずです。ヨーロッパの巨石文化の謎を解く鍵がこの遺跡にあるかもしれません。なるほど。アンナさん、もしあなたの仮説が証明されれば息子は工事をやめるかしら？無理でしょうね。でもこれが私の最後の抵抗なんです。あなた綺麗なのにどうしてそんな男勝りのことをしてるの？母の遺言なんです。遺言？ええ。アンナ、アンナ、こっちへおいで。あ、痛いよお母さん。あ、ごめんよ。いつも冷たい水で洗濯してるからね。でもね、お母さんはこの手でナチスの戦車をやっつけたことがあるんだよ。え、嘘だ。本当なんだよ。チェコで生まれた母は11歳の時、ナチスに親兄弟を皆殺しにされ、ナチスと戦って3年後、英国に単身亡命。父と二十歳で結婚するまで極貧の中で過ごしました。私が生まれた直後、父は事故死してしまい、その後母は私のためだけに生きました。決して裕福ではなかったのに、私を大学にまで入れてくれたのです。そして2年前、私が駆けつけた時には母はモルヒネを打たれて昏睡状態でした。でも注射を打たれる直前に看護婦さんに頼んでいたそうです。娘に言い残したいことがあるから、どんなことをしても起こしてくださいと。どんなことを言い残されたの？私は好き勝手に生きたのよ。あなたもやりたいことをやりなさい。それがいい女ってもんよ。そう言い残しました。母の死に顔は笑っていました。素晴らしいお母様ね。アンナ、下がって。
女神なの？私には鍋から小麦の方が突き出たような絵にしか見えないけど。まだそう判断するには早すぎます。何か言ってた？奥様。ああ、大変感銘を受けたそうだよ。君と君のお母さんにね。そう。ねえアンナ、明日やってみないか？君のお母さんの話していたことだよ。どういう意味？命がけでブルドーザと戦うんだ。昔チェコで11歳の少女がナチスの戦車をやっつけたみたいに。ちょっとキートン君、あの話は母の作り話。それはどうかな。え？試してみるだけの価値はあると思うけど。おばあさん、これ返すよ。役に立ったかい？ああ、それでね、もう一つ借りたいものが出てきたんだ。あの女先生を助けるためにね。いいともさ。いい加減にしろ。私の土地から出ていけ。キートン君、これって石鹸水じゃないの？ああ、アンナ、君のお母さんやチェコのレジスタンスはこうやってナチスの戦車を撃退したんだ。今だ。石畳の上に石鹸水を流すとブルドーザは空転するんだ。くそ、許さないぞ。エドワード、今日はお前の負けです。出直してらっしゃい。か、母さん。彼らの住居跡には貧富の差が見られなかった。そこは女性を中心とする平等な母系社会だった。彼らにとって女神とは豊穣、死、そして再生の象徴だった。女は弱きものではなく、生命を作り出す大切な存在だったんだ。ロンドンに戻ったらすぐにロイズに報告書を出すよ。お願いするわ。また彼が来たらどうする？また戦うわ。それじゃ。キートン君、あなた随分と優秀になったわ。少なくとも私の見た中では一番優秀な男よ。ありがとう。でも君は私以上に男らしかったよ、アンナ。それがいい女ってもんよ。
望郷の念を抱くとき、人は何によって故郷を感じることができるのか。幼き頃見た懐かしの風景、母親から聞かされた心地よい子守歌、その手に触れて感じられる思い出の宝物、先祖から受け継がれた故郷の味、または次回、遥かなるサマープディング。